だ、丸岡駅北。まあでも大体想像するよね、どの辺におるか、うん、外したね、これは外したな。はい、外しましたね。あーサーキットもちろん。あーあー、はい、ここがあのここ潰れた潰れたコンビニの、ここ潰れちゃったんだよね。ねえ、潰れちゃったんだね。なんだっけ、ここセブン、セブンだったとこか。はい、ここか、だいぶ戻ったね、だいぶ戻ったね。おおノー、おおマイゴー。昼間やったらこのままランダンファームっていう、プリンがすっげえうまいお店があるもん。あそこ行っちゃうところなんだけど、もう閉まっちゃったからね。あでもまだ6時か、あれさ、多分閉まってたな。どっちから行った方が早いかな、これ。あー微妙だなー、これ国一出るとあっちまで行っちゃうもんな。もうここで曲がった方がいいんじゃないかな。曲がった方が早いな。これ曲がったらあのくねくねってした交差点のところに出てくるんだよね。わー、あんまりわかんない。多分そこがあの怪しいって言ったらダメだけど、めっちゃ安い餃子屋さんのところやろ、これ。これ一人でやってると結構しんどいんだけど、まあ行く時はここに置くんやけどね、全部置いてバーッと回ってる。あとあの飯を食いに行ったりするときに、やっぱぼっちやと入りにくい店とかあるよ。ああ、そうね、うん、いや二人おったらね多少、うん、入りやすいやん、うん、そういうのもあるからね、うん、そういう意味ではあの今ガストって、はい、からよし併設店ってあるじゃん、うん、めっちゃ増えてるね。あれはあの一人で 入りやすいのかどうかってわかんないんだけど、どうだろう。そもそもからよしうまいか。え、うまい、私好きです。あ、好き。はい、からよしがね下船のような。あ、そうか、うん、行ったことあるんだけど、はい、うちもまああのスカイラークの株主優待でたまに行ってますけど、うん、あのね、併設店にこれ一人で行っても恥ずかしくないのかなーっていつもね迷うんだよね。ただ俺案外ガスト、ぼっちガストはやったことある人だから、うん、ああそうか、やっぱファミレスは怖いちょっと。ただ時間帯がね、うん、平日の朝だよ、うん、それこそ夜勤明け、はい、深夜勤明けにあのガストのモーニング、うん、であの時間潰してたから、うん、結局あの夜勤明けで5時とかに終わるんやったらいいの、うん、道も空いてるから、うん、残業とかになったら7時とかになると今度通勤ラッシュにどっかんかぶるもんで、ね、あの具体的にね、その岸さんは分かると思うけど、うん、あの職場からオレンジの方に行こうとすると、うん、うちの帰宅、その朝に帰宅しようとするとちょうど一番混むやん。はい、あそこがもう鬼のように混むんで、ほんと1時間以上かかるもんで、だから1時間以上かかるからもうやったらっていうんでガストに入って、はい、ガストの先から混むでさ、はい、あの川島大橋のところ、はいはいはい、高田のところから混み出すもんで、うん、ガストまではスーッと行けるから、ガストにて入ってガストで2時間ぐらい、1時間からね、2時間ぐらい、うん、ちょっとその間にちょっと会社の資料の整理とかして、ね、動画の資料をちょっとスマホでパチパチって作ったりとかして、うん、ガストのモーニングってあんの？ガストモーニングあんの？あのココスはね、なんか食べ放題のバイキングのモーニングはな知ってるけど、ガストのねモーニングはね案外コスパいいね。あ、そうなんだ。300円ぐらいからあるのかな。あで、モーニング自体はじゃあシンプル、うん、ではあシンプルなんだけど、うん、あそこね、ドリンクバー付きなのよ、モーニングは。コーヒー飲み放題だ。そう、で、あそこのドリンクバーは、うん、ドクペがあるのよ。はい、そうなの、ドクペ。300円台お支払いしたらドクペが飲み放題ですよ。はい、天国やん。ドクターペッパー飲んだことないから分かんないけど、ドクターペッパー
飲み物か分かんない、あのオルナミン C 的な、全然違う、デカビタ C 的な、全然違う、あ、むしろエナジードリンクの仲間、全然わかんないな。ただドクターペッパーは本当にコーラ、あのね見た目はコーラに近いんだけど、はい、でもあのね見たことぐらいあると思うから、うんうん、見た目はコーラに近いんだけど、うん、あれはねもうね、俺コーラそんな好きじゃない、はい、うちも好きだ、ドクペは大好きだ、って話をしとったらさ、そろそろ、はい、考え方営業してもいいか、あ、ここか、あ、結構混んでる、あ、結構混んでそうやね、はい、よし、前付けしにしやんとここぶつかるんよな、よし、ここの、ここかな、よし、着きました、はい、亀山食堂さん、じゃあ食べていきましょう、はい、よいしょ、笑いはぶった切るよ、はぁ、疲れた、はい、一回止めるよ、いいよ